操っている最中には目標とする車はありませんでした。あくまでも我々の考えます理想のワゴン像を追い求めて一途に開発してきました。ドライバーが思った加速感、思った減速感、思った通りのハンドリング、車の挙動、これがきちんと出るということがドライバーズカーでして、車が自分の体の一部になったような幸せ感というのは何者にも代え難いと、この車の一番の狙いどころはそこでした。エンジンにつきましては人と車の一体感を出すために、ね、中低速トルクを力の限り盛り上げたということです。新たなターボには低速トルクを上げると同時にレスポンスの良さを徹底的に良くするために車流ターボという技術を導入してあります。レガシーの持ってますそのシンメトリーな水平対向エンジンと 4W ゲート、このトータルのシステムというのは世界で走りに対しては一番理想のパワープラントレイアウトだと言い切ることができます。水平対向エンジンと 4W デート、この理想のシンメトリーなレイアウト、それに加えまして荷物を積んで後ろが沈んでもきちんと走れるという 4W デートワゴンの究極のサスペンションというものを開発いたしました。Power and the excitement of a sports car, and also you have the practicality and the ease of use of a station wagon, which is really very nice. It's a nice compromise. I think four-wheel drive is a very nice feature, and in this car it takes its full potential because you can really drive it to the limit. It's very easy. Four-wheel drive gives a lot of driving pleasure, a lot of safety, and it definitely gives this car an edge.Very fast for a station wagon, because this is a sports car, but it still is comfortable. I think the car is quite well balanced. I mean, it takes care of every aspect the owner of car, of this sort, the sporting owner, of course, is interested in.につきましてはエンジンのトルクの研究そのものと、それからエンジンミッションの効率化、さらに車の空気抵抗を減らすということを研究いたしまして、日本のワゴンの中ではトップレベルの燃費を実現しました。安全に対しましては
走りを極めれば安全になるということがこの車の大きな考え方です。考えますグランドツーリングといいますのは、長い距離を安心感に包まれながら、そのいかに疲れないで早く安全に走れるかと、そしてさらにそのドライブしている最中いつも楽しいと、これが我々の考えますグランドツーリングです。理想の形の実現を目指しまして、あらゆることを一点の妥協もなくやり尽くしました。その結果、世界に誇れるグランドツーリングカーになったと確信しております。